みんま気持ち、あ、そう、巻いた、今日もいつも基本巻いてる。巻きのハーフツイン、寒っ。その辺は、いや結構前から寒い結構前から寒い。自分で、いや自分で巻いてないですね。こういうコンサートの時とか公演とかイベントの時は基本自分で巻かないからな。メイクさんにやってもらう、さすがにね。外、何が、水粒、水粒ではないね。私たこ焼きです。たこ焼き、たこ焼きです。今外に、いやもういや外じゃない、バリバリ中だねめちゃくちゃ室内にいますね今これで外だったらやばいでしょ。ナルムイさん楽しみね。私も見よう後で録画しとこう。トレーナーパイ、あ、セット、確かにこれだけど持ってないもん。たこ焼きの服とか持ってないもん。今日始め、そう今日は違う配信するかと思ってたけどなかったわ名前。たこ焼きの服、たこ焼きの服あるんじゃない。見たことあるよ、私は持ってない。発信するかしないか、立候補じゃないですね。あれは言われる、ん、言われる、うん、その視聴配信、そうお願いしたいですみたいな感じで言われる。立候補制じゃない。メイク落としてない、まだメイクって落としてないよ。ほら見てよ、メイクしてるじゃんしてるよ。すごい、風呂入る時間はなかったんでメイクしてますね。今日の配信切れるまでやろうと思ってるけど、12時までやると思ってます。お前にまずはエペ、お風呂入る前にエペ。でも今日はもうお風呂入って早く寝ようかなって思って配信終わった後にお風呂入って早く寝ようかなって思う。眠いから。
今日はあそこ切れないのか、自分で切る。12時過ぎたら。忘れてたわ。忘れてた。今日早起きだった。6時ぐらいに起きたかな。付け替わる前にお風呂入ろう。無理だよ。だって12時まで配信すると無理だよ。無理無理できない朝3両目分と私は出ないですね。出ないです。エイトの今年二十歳のメンバーが出ないっていう感じかなその時期だとね、どうしてもタイミングがね、合わなかったね。切れるまでやる。切れないんだよ。切れないんだよ。だから自分で切らないといけないから12時になったら準備できます。そう、なんか切れないんで自分で切る。今日ポケモンまだ始めてないや。でもさ、今買ってもさ、来週ビスのイベント始まっちゃうんだよね。だからなんか買えずにいる今買ってもみたいな。いつかは買いたいと思ってるんだけど買ってないまだ。今年8だけだよね。いやね、17期のあの平田由紀ちゃんもいますね。エイトだけじゃないです。6人かな。ポケモンテレビ、テレビでしない。だって私スイッチライトだからテレビにつなげれないんだよね。普通のスイッチだったらつなげれるけど、スイッチライトだからつなげれない。ビスのイベント期間中にポケモンクリアする、絶対無理だよ。絶対に無理。無理無理。今日は新年会入って、明日池袋のカフェに行ってたこ焼き食べる？たこ焼き食べてくれるの？ありがとう。もうあとちょっとで終わっちゃうんでね。あと3日、9、10、11までだよね。だよね。あと3日、あとちょっとで終わっちゃう。いやー、1位取れるといいな。とこ焼き部、ここで1位取らないと総優勝できないんですよ。そう、1位が絶対条件なんで、1位を取らなければいけない。しかも1皿だけじゃなくて3皿食べる、最高だね。ありがとうありがとう。ぜひ皆さん来てください。カフェ入れてる、それはまずい。皆さんたこ焼きを食べてください。たこ焼きを、デザート部サショルームが1位だったからさ、そこで1位取られる、1位とか2位取られるのはまずいんですよ。1位取らないといけないんですね。たこ焼き、まあ確かに。でもたこ焼きもこの前完売してたよね。違ったっけ。
違ったっけな、なんか見たよツイッターで。そう、1位しかない、お店で1位を取るしか総合優勝狙えないんですえ、たこいくん前完売してたよね。でもさ、なんか中間発表とかが出ないからさ、全く分かんないんだけど、なんか今どの部がこう売れててみたいな、分かんない、全く中間発表ないから。今日もサロン森さんいろいろやってるので、ぜひ見てください。あと3日間の販売についていろいろやってるので見てください。私も出てるんでね、それ。よく喋ってるとこは疲れてた、確かにね、疲れてるといいな。今日サロンで中間、どうなんだろう、わかんない、知らないよ。わかんない、どうなんだろう。あんのかな、知らない。そうなんだ、もう一回行こう。ぜひ行った方がいい、残り3日間。もう一回すでに来た人でも行った方がいい、最後の3日間。エネルギー発表、あー、わかんない。わかんない、あるかどうか本当にわかんない。私たちは何も知らないですね、売上の発表は。そう言ってメールしてくれるのでいきます。それは言ってくださいぜひ。残りも3日間しかないんでね、9、10、11、3日間。今日の放送見たら分かると思う、行った方がいい今日の放送見てください。なのでいろいろやってるので、今日は配信しないけど、一人視聴配信とかしないけど、関東じゃないから見れない。じゃあそしたら TVerカフルで放送が終わってから見てください。TVerとフルだったら見逃し配信で見れるんで。ぜひ見てください。
れさ、 AKB ビンゴもさ、あれさ、関東とさ、なんかごく一部の地域しか映んなかったよね。え、なんか大分普通に映ってたんだよね、そういえば。お前なんで映ってたか分かんないけど、普通に家で見れたんだよねそういえば。え、そう、あのなんか普通に映ってた。なんでこうかな、あれもなんか関東圏と、あとなんかどっかなんか一部の地域みたいな感じだったよね。あ、遅れてだったのかな、わかんないけどなんかやってた普通に。なんか刺さってる気がする、髪が。なんかちょっと伸びたな。それ切るか。カット配信はしない。だって今固めてるし、アイロンしちゃってるしで、絶対には切らない方がいい絶対にやめた方がいいからやんないです。いや、自分で切ってる、自分で切ってる基本。メイクさんに切ってもらったこともあるけど、新規生の話して今日？今日は話してないかも。なんかね、話す場面がなかった。話す場面がなかったんだよな。もう言ってないや。暖房つけてるけど、明日からゲームとか、明日もいろいろあるからそんなできないかな。でもさ、お話し会あるじゃん土日で。お話し会終わったら次書類イベントじゃん。いや、そんなできない。まだできないか。でさ、他のゲームしたいんだよね。エペもしたいんだけど、もちろんだって上げたいし、ランク上げたいけど、他のなんかバラントとかしたい。バラント全然さ、キャラクターのなんかあるじゃん、アビリティ売れたみたいな、わかんない、合ってるかわかんないけど全くわかんないの。ちょっとだからやりたいし、でもオーバーウォッチもやりたいし、どうしようでもエペのランクも上げたいの。今シルバーの4だから、昨日あげてさ、シルバーに。どうしようやりたいゲームはあるんだけど、結局いつもやってないんだよね。結局いつもエペだけしてる。誰の立候補、あれ立候補制じゃない気がするけどな。参加できる人はみんな参加だった気がする。
髪の毛薄くなあ、これね、生まれつきあるからね、薄くなるもなんもないかも傷じゃないんだよね、生まれた時からある。トリーゴはね、ちょっと一旦やめたかな一旦ちょっとやめてみたトリーゴはちょっと一旦やめてみた。一旦ドラグ私やったことないからね、最初ルールを覚えなきゃポケモンって新しいポケモンあんまだ買ってない。カード集めてないね。なんか1枚持ってるけど、ポッチャマのカードなんか友達にもらって持ってるけど、買ったことないや自分で。流行ってるよね、なんかポケモンカードさ。でも自分で買ったことはないや。そう、ポッチャマだけ持ってる。なんかくれたなんかくれて持ってるけど、自分で買ったことはないですね。レアカードじゃないはずの普通のカードなんかくれたから持ってる。だから、え、本当になんでくれたかわかんない。なんかくれたこれあげるよって言って、あ、じゃあありがとうって言ってもらった。そんな感じなんかもらった。適当に、え、本当にそんな感じだよ。なんでもらったかもよくわかんない。思ってるけど使わないし、持ってる。でも1枚しかないからさ、もう使いも使えないじゃん。なんかね、携帯のケースの裏に入れてたりしたんだけど、前はね、今は入れてカードのホルダーみたいなやつにしまってる。友達がくれて一番持ってる。前はね、携帯のケースの裏に挟んでたんだけど、今はつゆちゃんのシールに書いたからメルカリンだ。そう、出さないよ、そんなもらったもん嫌だよ出さない、出さない。最近流行ってるゲームって何があるのかな。ポケモン、あれポケモンかな。何が流行ってんだろう。このシリーズのシール携帯、あ、確かにね、つゆちゃんのやつみたいなシールね、いいよね。色のやつ
何色のやつって、ポケモン、ポケモンのこと、ポケモンのこと色のやつって言っていたら初めて見たんだけど、新しいわ表現色の、まあ確かに色だけど、スカーレット、スカーレット色のやつ、ポケモンじゃなくって色のやつね新しい。おばあちゃんまだ流行ってる。おばあちゃんも一旦落ち着いたかと思ってた。スプラトゥーン、スプラトゥーン、スプラトゥーンもちょっと落ち着いてきてない最近色のやつはスタ、あ、そっち、いや難しいよ色のやつだけじゃ、ちょっと色塗るやつとかやってくれたら分かる難しい、色のやつだけじゃちょっとむずいわ。いやポケモンしか頭いなかったから色塗るやつ、塗るがないと分かんない持ってるよ、最近やってないけど最近やってはないけど持ってはいる、やってた。スプラね、最初ちょっとむずかった。ジャイロにさ、ジャイロの操作難しい。もう一回どうしたの、私ね、なんか内容見てから買いたくないんだよね、何も知らずに買いたい何も知らずに始めたいんだよね、あんま知ってる状態で始めたくなくって、見たくないや、そういうなんか RPG 系のやつは見たくないかも何も見ずに始めたいんだよね。メンバーとゲーム、メンバーとゲーム全然しないよ、普段したことないかも、多分記憶はないでした。私エペやってるけど、よくエペもさ、やってる人今いないからさ、一緒にする人いないんだよね。FPS なんかさ、そもそもさ PC 持ってる人が少ないからさ、ゲーミング PC いないじゃんだから一緒にやるゲームないんだよな。スイッチとかスプラくらい、でもスプラ結局一緒にやってないじゃん、だと思う。それもやっぱ誰もやってないからさ、一緒にやる人いないんだよね。PC のゲームバルラントとか、もっといないしエペだったらまださ、前はやってたって人はいるけどさ、今やってる人はもうね、ゼロなんでね、いない。バルラントとか一切いないからさそもそもそこまで、そういう FPS オーバーウォッチもいないし、私がやってるゲームやってるメンバーがいないんだよね。聞いたことないね、バルラントやってるメンバーいないんですよいないの、一緒にできない。姉妹グループ、ああいるのかな、でも関わりがないからさいたとしてもあんまりできるかなって感じじゃないだとしてもじゃない、そういないんだよね。というかしたいんだけど、それこそエペのランクとかさ、フルパでやりたいしさ、なんだけどいつもソロなんだよね。 PC で
フルパでやったこと一回もない。ランク。シルバーって、シルバーすごくないよ。シルバーはすごくない。弱いです、シルバー。弱い。全然すごくない。だったらそうなんだよね。音、なんかスイッチもできるはずなんだけど、本当は PC。できるはずなんだけどさ、なんか、なぜか私のやつ、弟がその、年齢の設定で引っかかっちゃってるのか、わかんないけど、多分その可能性が高いんだけど、それでね、なんかフレンド申請が送れなくって、こっちにも来なくってみたいな、フレンドになれなくってね、一瞬できないんだよね。でもその年齢を変えることはできないから、見守り設定っていうのがあって、親が管理してるから、それを変えることはできないからね、無理だね。どこ、ハトコやってないと思うけど、ハトコそんなに連絡取らないから分かんないんだね。同い年のハトコがいて、その同い年のハトコの連絡先だけ持ってるけど、連絡したことないから。分かんない。その PC 持ってるからね、そもそもゲームしたりとかするの知ってるけど、 PC ゲームをやってるの見たことないから。スイッチとかさ、任天堂系のやつしか見たことない。やってるの幼馴染みいないです、私。ゼロ。ないから、わかんない。幼馴染って言えるような人がいない。幼馴染 PC 買ってあげるのが一番いい。PC 買ってあげるって相当高いんだよ、PC って。そのさ、ゲームだけするにしてもさ、私はこれちょっとスペック高めのやつ選んじゃったからあんまね、出なしちゃったけど、それをしないってしてもさ、配信しないからちょっと低スペックにしたとしても高いんだよね。でも高いんだよ PC って。無理だな。その順位でも連絡しない。わかんない。だって いないもん。いないからわかんない。そのどういう感じの幼馴染かによるじゃない。めっちゃ仲がいいとかだったらあれ、もうわかんない。だっていないんだもん、私は幼馴染。いないからわかんないよ。インピシャスイッスイッチ柔軟な、ものによるけど、柔軟な分もいかないかも。もう本当にゲームだけできればいいだったら。スイッチって1個何円ぐらいするっけ、あれ。3万4万ぐらい。だっけ。え、で柔軟台って言ったら30、40ぐらいでしょ。30、40も。そんないかないね。ゲームだけすればいいんだったら。ゲームだけだったら、そんなに高いのじゃなくて。できる、もっと10万15万ぐらいでできるんじゃないかな、普通にゲームだけしたいんだったら。その10万15万円台くらいでできると思う。全然ゲームだけだったらね。それにそれプラス配信もしたいだったら無理だけど、それでも高いんですけど、高いんですけどね、PC って。別に PC 買うとできないからゲーム。スペックが足りない。
かに買ってあげれないです、無理です無理です。4090から買わないですね。だってもう買ったばっかだもんこれ、買わないよさすがに。これなんだっけ、 3060Ti だっけ、3060だっけ、だからそこら辺なんだけど、3070だっけ、ちょっともう覚えて自分の PC のスペック忘れた、それだっけ、ちょっともう3070だったっけな、ちょっと覚えてないよ。 5i7 にしたのは覚えてるけど、中継でスペック見れない、覚えてないよ。 Twitter に書いてるけどツイッター見ないとわかんない。i7 はそうだけど、RTX 忘れた。さて70にしてたっけ私。今日記憶が。パソコンとデスクトップ同じなのか。ね、デスクトップ開くだけじゃそんなに関係ない。ノートパソコン開いたときに。デスクトップ、デスクトップ、ゲーミング PC がのデス、うん、ノートパソコンのデスクトップがさ、ゲーミング PC に入れてるアプリが入っちゃってるってだけだから、だからノートパソコン開いた時にデスクトップがちょっとごちゃごちゃしてるっていうだけ。でもあんまノートパソコン開かないから、次開いた時でいいやそれやるの。今スペックでサクサク動いてる。これねゲームするだけだったらね、かなりスペックここまで高くなくていい。ゲームするだけだったらね、でも配信もしたいんだったらこのぐらいないとできない。ゲームするだけだったらもう十分って感じ。これでできないはないって。感じかな。スペックは240Hz、 ハリスク？でも私165だわこのモニター。確か自分のはカクカクする。それ足りてないよ、スペック足りてない、足りてないね。上げた方がいいか、詳しくないけど、私パソコン本当にわかんないけど、カクカクするのはちょっとあーってなりそうゲームとかしてたら余計にゲームでカクカクするは絶対無理だね、負ける。さてでさえ弱いのに。スマホもいいや、スマホはね12だね、 iPhone12、 最新のやつじゃない、私使ってるのまだ普通に使えるから変えてないです。最新じゃない、2個前か、12だから新しいの14だよね。まだこの携帯、自分の携帯で2台目まだ使えるから、ね、もうちょいいけるかな。iPhone15 いろいろ買えそうだから楽しみ。あ、変わるの？全然知らないその iPhone の情報なんかさあるじゃん、なんか発表の会見みたいなやつとか見たことない分かんないんだよね、何にも知らない。スイッ
じゃあカクカク、私はスイッチライトでエペでしょ多分。ではね、カクカクとまではいかないんだけど、すっごいやりづらいね。うん、もう PC で一回やっちゃうともう戻れない。トイレットはいらないや使わないやっても多分使わないからいらないな。当たりまず大丈夫だね、そんな悪く。配信トイレット見やすい。配信してる側がタブレットだとってこと？でもそれだとね、三脚買い替えないといけない。挟まんない、タブレットでかすぎて置けないな。もう多分ね、買ったところでほんと使わないんだよね。だから多分無駄になっちゃうから買わないよ。僕がタブレット持って帰ってきたり、持って帰ってきたりするよ。なんかランドセルとかに入ってる、弟とかのする。私の時はなかったタブレット、ね、すごいなーってもう普通にそんな感じに字でタブレット授業中に使うんだみたいな、すごいなみたいな思ってる。フラムのアプリ入れたらさすがに怒られる。学校から借りてるやつだからあれ怒られるよ。さすがに怒られちゃう。キョコちゃんがランドセル使ってるのかと、それやばいでしょ。私がランドセル使ってたらさすがにさすがにやばいでしょ。さすがにね。うん。私水色だったね、ランドセル。水色好きだから水色にした。会社のその辺でボンにストレス怒られた。それはそう。それは怒られる。それはそうよ。キャメルだった。キャメルってどんな感じの色だっけ？キャラメル？あ、なんかちょっと茶色っぽいような、おしゃれな茶色みたいな感じの色かな。おしゃれな茶色みたいな色か。確かにおしゃれだねそれ。キャメル、私は水色で、今高校生の妹ピンクで、で今中学生の妹も水色だった気がする。水色のランドセル可愛いんだよね。いや最近のランドセルってめっちゃ可愛くって、おしゃれなの、めっちゃおしゃれなの、びっくりした。そのさ妹とかさ弟とかのさランドセル選ぶときに行くじゃん、ランドセル売り場に。結構前なんだけど、弟も小学校6年生だから今結構前なんだけどさ
めっちゃおしゃれなんだよね最近のランドセルって。おしゃれなんだよ、可愛いランドセルがいっぱいあるんだよね、特に女の子のやつ、めちゃくちゃ可愛いのがいっぱいあるんですよ。なんかデザインが凝ってたりとかするやつがいっぱいある。なんかちょっとブランドとコラボしてるランドセルだったりとか、おしゃれなんですよね。びっくりした。進化がすごい。20万とか平均の値段が分かんないからあれだけど、ランドセルのあれなんだけど結構高いのもある。さすがにお下がりは使ってないね。ランドセルお下がりってちょっとかわいそうじゃない。さすがにお下がりは使ってないよ。どの辺がおしゃれ、なんかさ、もう女の子のランドセルしか分かんないんだけどさ、男の子のやつあんま見てないから分かんないけど、なんかランドセル横のところあるじゃん、横とかこの背中の部分刺繍が入ってたり、可愛い刺繍がバーっていっぱい入ってたりとか、何があったかな、なんかすっごいなんか色がおしゃれ、なんかもうおしゃれな感じ、めっちゃ進化してる。ブランドのやつとかだったらどことかなるのかな。なんかね、形が変わってるのもいいね。マリー・クワントのランドセルかわいい。マリー・クワントのあのさ、お花の形がさ書いてあったり、めっちゃおしゃれ。マリー・クワントとコラボのランドセルとか、そんな感じでなんかね、そういうブランドとコラボのランドセルもうね、なんかめっちゃおしゃれなのよ、可愛いんだよね。進化がすごい。もうね、調べてみたら分かると思う。なんかね、私の時にもあったけど、なんかこういう変わったやつとか、でもなんかちょっと変わってるぐらいしかなくって、最近のランドセルすごいなって感じ。可愛いもん。リボンがついてたりとか、大きいリボンがついてたりとか、まあ、もう形がもう全然なんか結構あのなんていう、よく見るランドセルの形じゃなくってみたいな、ちょっと変わってたりとか、いろいろある。最近のランドセルめっちゃ可愛い。その妹とかさ、弟のやつ見に行った時に、そう見た時にびっくりした。進化してる。ランドセルまだ残ってるんじゃないかな、探せば押し入れとか。分かんないけど。見たい、見せれる状態だったらね。なんかいろいろ書いてたりするじゃん、しかもなんかバレちゃうとかいうのだったらまずいから見せれないけど、見せれるやつだったら大丈夫だけどって感じかな。
いつかね、いつか。43、いや、もうちょっと暖かい。暖房入れてるから。レッスン場は常に寒いよ。1年通して寒い。踊るからさ、めっちゃ暑いからエアコン入れるから常に寒いね。夏でも普通に寒い。寒くなるとかないかも。あんま常にちょっと寒い。これからこの部分、そのつもりで今んとこいるけど、一回一回さ戻すのが大変なんだよね。だから劇場寒いね。寒い。オープニング始まる前のさ、あの声始まる前の待機してる時が一番寒いかも。もうさ、オープニング始まって踊り始めたらさ動いてるからさ寒くないんだけど、始まる前のあのスタンバイしてる時寒いね。普通に半袖だから。あ、B は長袖か。オープニング、え、でも普通に寒いよ。寒いですね。なんかゲームでもしようかな。何しようかな。半袖だから。半袖？ホールガイズ、ホールガイズ？いや、なんか今日は戦う系やりたい。だから新しく始めるゲームはちょっとあれだわ。エペかオーバーチカバロラント。ひじなラーメンミシでやんないかな今日は。え、何やろう。バロラント久しぶりにするの。え、バロラントってさ何のキャラが強いんだ。なんだっけ、なんか、え、なんだっけ、なんかのキャラがね弱くなったって聞いたんだよね。なんだっけ、なんだっけな、なんかワープかなんかできるやつみたいな。違ったっけ、ジャッジ違ったっけ。なんかそんな感じのキャラが弱くなったって聞いた。え、これやろうかな。バロラント、めっちゃ久しぶりに。あ、チェンバー、チェンバーだ、それだ。あ、違って、充電器が邪魔。チェンバー、それ。あ、待って、インストール中。え、待とう。久しぶりに起動する。全然やってなかったんで、最近ずっとエペやってた。ランクが上がんなさすぎて。多分チェンバーなんか弱くなったって聞いた。確か、わかんないけど、私全然してないから。どのキャラが一番使いやすいのかな。バロラント、ジェッツ、何がいいかな。
デペンま、いや満足してないよ。いやだってシルバー前回シルバーで読んだからもっともうちょい上行きたいけど、とりあえず行ったから違うゲームしたいなと思って。早く終わんないかな、かなインストール中って書いて、多分アップデート早く終わんないかな今68、あとちょっとなんだけどな、早く早くすごい75で止まってる。なんで遅いよ。あ、もうちょっとできる。もう一回行きましょう。え、サインインかな、ちょっと待って、サイン、ユーサビ覚えてるかな、私覚えてるかな。合ってるかな、これで間違えた。あ、合ってた噛んでおったら合ってた。これさ、本当に私知らないんだよね。え、キャリアとかって何これ？バトルパス？キャリアって何？ランク？何これ？あ、今までのやつ？全然知らない。エージェント。え、何がさ、初心者には何がおすすめですか？分かんないかな。何がいいんだろう？さあできるかな。これで、オッケー、オッケー、オッケー。え、これさ、いっぱいあるんだけどさ、これなんだっけ。私ね、あんま知らない。コンペ、コンペティ、コンペティティブ、スタンダードなバロントのゲーム、アンレート、トルロー、ランク変動があり、競技戦も、あ、これ、あ、これがランクね。スイフトプレイ。5ラウンド選手処理、マネーシステムをご理解した、スタンダードなゲーム、スパイクラッシュ。短いバロントのゲーム、アンレートのバーフオーブ、とランダムのロードを追加されて、4ラウンド選手。レベル20にいかないといけない。私レベル今何だ、自分のレベルってどっから見る。え、自分のレベルってどっから見るあ、え、わかんない。あ、これ1レベル、え、わかんない、多分1なのか、わかんない。え、そう、そこから私全然マジやってない。今までで2回ぐらいしかやったことなくって、バロラント2試合、その2試合のうちの1回はね、ちょっと PC のスペックが足りなくて全然動かなくて、試合が、まあ実質やったことあるのは1回かな
全然わかんない。だからあれ、じゃあテロップが表示されない。まあ1だね。え、何のキャラ使おう。今待機中で全然人が来ないんだけど、どうしようか。麦はバンタル、バンタルが一番使いやすい。オッケー。キャラクター何がいいかな。エージェント、ジェット。ああ見つかった、びっくりした。急に来るじゃん。久しぶりにキーマンします。え、何にしよう、何がいいと思う。でもちょ、ジェットにしとこうかな。ちょ、他のキャラ使えない、私。とりあえずこれでいいかな。え、どうしよう、このキャラ何もアンロックしてないからさ。え、難しい。四角いやつって何、四角いやつって。あ、え、よくわかんない。一回これいいか、ジェットにしよう。しQEX。 え、これ何が何だ、玉、あ、え、煙のやつでジェット上に向かって飛ばす。 Q、 フィル、プロレ最初にジェット、ああ、あれか、進むやつね。 X で、あ、あの、あれ、これがウルトみたいなやつか。ちょっと待ってね、私本当に久しぶりなんだよねやるのが。あ、え、まあなんとかなるよね。超初心者が紛れ込んじゃった。ディフェンダーから、守りからです。ここで、あ、なんだっけ、あ、煙で、C、E がなんか進むやつで、Q が、え、なんだっけ、え、Q がなんだっけ、あ、飛ぶやつだ。で、X がなんか、うん、飛んで、なんか投げるやつね。え、何してんのこれ。購入フェーズが B。やばい、久しぶりすぎてちょっとできない。え、なんて言ってたっけさっき。バンタルだっけ？でもまだ買えないから、か、これでシールドだけ買おう。よし、で、ここでジャンプだった気がする。やばい、間違って撃っちゃった。え、怖っ、久しぶりすぎて。やばい、キーボード見ないと押せないんだけど。え、待って、敵いる敵いる敵いる。え、やばい、やられたやられたやられた、おむず。むず、向こう側 S 取られた、向こうに。え、むず。どうしよっかな。シールド買おうか、とりあえず。で、これで OK。
え、むずいむずいむずい、怖い怖い怖い。え、 B に敵？了解？え、むずいむずい。え、どこ B？ あ、いたいたいた。あ、待って、ちょっと待って。あ、やられた。ダメだ、私ダメージ与えた敵に。え、むずいむずいむずい、なんか下手くそすぎてダメだった今。あ、めっちゃめっちゃ受けてる。おー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 、すごいすごいすごい。え、むずい。難しい、全然勝てないんだけど、どうしたらいいんだこれ。勝てない。あ、いるいるいる。あ、すっごいかく、あ、おい、え、待って、めっちゃ足音聞こえる、怖い怖い怖い。お、やばい、びっくりしたびっくりした。思ってた方向と違う方向から撃たれてて、あ、ちょっとびっくりした。何にしよっかな、これ使おう。あー、どうしよう、シットガンちょっと苦手だ、これにするわ。あー、びっくりした。ホラーゲームじゃないです。え、え、むずい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 。え、くるくる敵くる。やばい、スパークセッツ。どう？え、むずいね。キモってめっちゃ難しくない？あ、やばい、爆発しちゃう。お、来てる来てる来てる。うん、お、間に合ったんじゃない。勝った勝った。今日バロンって言ってる、久しぶりにやってるからね。あ、間違え、撃っちゃった。なんか撃っちゃった。バトル持ってるわ、なんか変。何撃っちゃった、間違えた。すごい煽った人みたいになっちゃったかな、間違えた。基本キーマウ？キーマウだよ、キーマウ。キーボードマウスだよ基本。まあでもね、エペはね、エペはなんだっけ、エペはパトローが強いんだよ、アシストがあるからね。え、やばい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 。さて、え、後ろにいるわ絶対に。ちょっと待って、え、どうしようどうしよう。
ざいむざいむざいむざい。スパイク設置された。え、どこいる敵。え、やられた。分かんなかった。味方が解除中。うん、勝った。仲間が強いねずっと負けてるんだけど、どうしよう。これでいいか。うん。ちょっとでも私でも一人は倒して。一人は。私なんで武器持ったっけ今。内側に絶対売る敵。絶対いけたと思った今。めっちゃ当てたと思ったのにな。おかしいな。おかしいな。私どうしたと思ったんだけど、当てたと思ったのにダメだったね。え、下手くそすぎる。どうしよう。私以外みんな生き残ってるのか。こんなはずじゃなかったんだけどな。こちら下手くそすぎるな。私が何も使えてない。これで、あれで、なんだっけ。あ、エマーク。私がみんな残ってる。まあね、まだ2回しかやったことない。だって絶対まっすぐ止まなかった。そう、止まって打ってたんだけど、なんか先にやられた。え、与えたダメージゼロなんだけど。私ダメージ与えなかった。あれ、私は与えた気でいたんだけど、ダメージを。あれ、バンタル、あ、初心者なんで。ん、あ、向こうが降参した。ビクトリー勝った。向こう降参したわ。ちょっと私何もやってない。ちょっとダメだこれ。なんか私やば、何もしてんだけど。ちょっとこれはやばいな。どうやったらいいんだ。相手が誤算してた。なんか勝っちゃったけど何もやってない。1キルしただけ。デスマ、デスマがいいかな。そっちするか。ちょっと練習、これ練習みたいなもんだよね、デスマって。40キル、20キルしたら勝利らしい。
勝てる私。レベル2や、今2になった。始まんない。むず、何にもさっき使えなかったアビリティみたいな、ウルトとか何にも使えなかった。え、むずい。え、金はむず。これで武器買って飛んで、あー、むずいな。待機中。まだかな、まだかな。なんかさ、ブロンズ待機に長いんだね。待機慣れるしかないか。やんなきゃ。やろうと思ってたんだけど、バロンと全然やってなかったんだよね。始まんない。ペのマッチングが早いだけ。そういうことか。早く練習がしたいんだけど、早くなかなかやらせてくれ。おお、始まった。デスマッチ。セージになってる。あ、びっくりした。あ、びっくりした。押してた自分で自分で山を押してるつもり。やられた、やられた。強いって。色上。ちょっと待って、どうしようどうしよう。え、待って、え、どこいる。え、そこいるの。え、ちょっと待って、怖い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 。いやゼロキルちょっとこれ苦手なんだけど、この武器むずくない？ちょっと追いかけていこう。さっきの仲間じゃない敵。え？何これ？え、これ何これ？あ、え、やばい。え？え？いじけるもできない？あ、1キルした。距離で撃たれた。え、びっくりしたびっくりしたびっくりした。ねえ、これどうやったら勝てるの。あ、落とした。やだ。むずい。私今何キルしてる。2ですね。待ち伏せされてた。もうね、ずっとやられてる。もうやだ。
ヘッドショット与えた気がしたんだけど。よし。あいる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 。あ、待って、なんか待って、なんかナイフ持ってる。もうなんで？これさ、どうやって武器変えたい。武器こうバンタルってやつ使ってみろ。あ、後ろいたんだけど。で、今3キロしかしてない私で、40キロ終わるこれ。おお、いる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 。ちょっと待って、オッケー、倒した。いやー、あーあー、今4キル4キル。ええ、ああ今5キル。いや、これ強い、この武器強い。倒したけどやられた。こっちだな。ね、これめっちゃむずい、このゲーム。ああ今ね6キル。よし、倒した。ちょっと待ってね。え、絶対おる、こっち。よし、倒した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 。キモってどうやったらなれるの、そうさ。むずい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 。一生腰打ちしてる。あー、ゼロ。8キルなんだけど。目が疲れた。残り10キルなんかできないよ。よし、ちょっと待って。ああ、倒された。今9キル、やっと9キル。あ、待って、どこいる。え、どこ行ったか分かんなかった、敵。あー、倒された。もし、あ、いたいたいた。え、いるいる。いやー、強い。で、一生倒されてる。私いつになったらだよ。よし、倒した。倒された。ねえ、デスマって難しくない？今10キル。よし、倒した。え、私だよね、倒したの。あ、違うわ。残り1キル？え、絶対来る、こっから。よし、あ、え、強い強い、2キルした。いやー、ダメだった。12キルした。でも12キル、はあ、疲れた。難しい、何これ。プレイアゲイン、いや、プレイアゲインしない。あれ、
むず、目が疲れた。これさ、どうやったらさちょうどいいさポジションに置きたいんだけど、むずくない？どれがいいと思う？セージ、あれか、セージにしよっかな。セージバリアオーブ、 C がバリアオーブ、発射で数秒後に降下する壁。うんうん、バリアオーブ。 Q がスローオーブ。うん、ああー、なんか入ったプレイヤーが遅れるやつ。ダメージを受けた味方に狙いつけて発射で、その味方を回復させ、イメージでダメージを取れば俺と発射で HP 回復がいいか。で X が蘇生能力を使う。ああ、そういうことね。味方を蘇生、で、うん、 OK、 なんとなく覚えた。むずい、マジで難しい。音だけだとうまそう、めっちゃ下手。とりあえずできた、聖人にしました。次蘇生、蘇生するキャラ、なんか回復とかするキャラクター。 X が仲間を生き返らせて、 E だっけが回復で、 C が壁作って、 Q がなんか入ったプレイヤー、そこになんかエリア入ったプレイヤーを送らせるみたいなやつだね。覚えた覚えた。あとは使えるかなんだよ私が。だけ使えなかった。ディフェンダー、またディフェンダー。え、アプリが落ちた。え、なんで、ちょっと待って、なんで落ちたの。ホロント落ちた。ちょっと待ってね。え、ホロント落ちた。落ちた。落ちた。え、なんかああ始まる瞬間に落ちちゃった。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー、できたできた。あ、もう買っとこう、弱いから。これってさ、こう武器しまうのってどうやってんの？武器しまうってどうやってんの？あ、間違えた間違えた、ここじゃない、間違えた。なんかえ、どうやって武器しまうのこれ。しまえないの？あ、これで合ってる。なんか変なさ、ピン刺しちゃった、こことかいっちゃった、全然違う。キーマーでしてます。バロンってはね、キーマーしかない。光がいた。ナイス。気づかなかった。敵残り1名だって。仲間強いね。なんか後ろに敵いて倒されちゃった。いや、ダクソすぎでしょ私。これ買って、これ買おう。これさ、ボタンの配置覚えるの難しくない？
敵してくれてる。おー、いるいる、敵いる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 。あー、やられたやられた。惜しいよ私。いやー、あとちょっとだった。でもね、与えたダメージ全然与えてない。89と65全然与えてなかったわ。6つ何にも使えてないや、スキルみたいな。何にもやってない。敵めっちゃ残ってる。あ、向こうパーフェクト一人も死なずにこっちが全滅しちゃった。何にしよっかな。ライトシールドこれにしよう。オッケー。どこにいる。どう、びっくりした。敵かと思ったら味方じゃん。どこにおる。ん、これさ、どこをしながら歩いたらさ、ええか。やばいやばいやばい。いるいるいる。あ、間違えた。チャージないか。やばい、やられた。全然なんか周りが見えなかった。操作が。なんだっけ、何をね、シーンで押そうとしたんだけど、チャージがなかった。アホだ。いやー、これはあ、無理だ。これは無理。なら倒される。いっぱいいる味方はね。うまい、私よりがうまいね。だって下手だもん私。これでか。え、これさ、え、どシフトだっけ。あ、違うな、シフト違う。なんか変なの開いちゃった。え、どこを押しながら止まる、止まるまで来るってこと。え、どこを押しながらやったらさ、足音立てずに歩けるんだっけ。ないない。B？ どこいんの、どこいんの。え？ああ、敵やられて、味方がやられた、味方やられた。ああ、なんかなんだっけこの武器、なんかスナイパーのやつ持ってるわ。まずいな。なんだっけこの武器、オペレーターだ。え、気のせいか。やばいやばい、爆発する。え、あ、ちょ、あ、やばいやばい。ちょっと待って、これ いけない私。あー、ダメだ。
ダメだ、最後の一人だったのに。ダメだ、何にもできなかった。無理か、やばい、最後の一人だったのに。相手のなんだっけ、スパイク爆弾爆発しちゃった。え、これさ、しゃがみ方も忘れたんだけど、私どうやってしゃがむんだっけ。これジャンプするの覚えてるんだけどさ、なんだっけ、ちゃんと操作忘れてる。え、どうやってしゃがんだりするんだっけ、どうやってするんだっけな。え、どこにいる、どこにいる、 B？ こっち。え、これどうやってしゃがむ、しゃがむ、これか、あ、しゃがめた、しゃがめた、やられた、やられた、しゃがめたのにやられた、しゃがめたのに。私シフトね、え、でこれをし、え、どれを押しながら、シフトじゃない、待ってた、なんだっけ、これを押してしゃがみでしょ。どれを押したらさ、ゆっくり歩けるんだっけ。簡単な、え、シフトじゃないもの、じゃ忘れた、なんだっけ。あー、負けちゃった、スパイク起爆した、残念。シフトで歩き？あ、シフトしながら？え、なんかシフト押すとね、あれ開く？なんだっけ、ディスコード。え？え、ディスコード開いちゃうんだけど。何これ？わかんない。え？わかんない。 A だ。いる、敵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 いる、クソすぎて。どうやってしたらいいのこれ。いっぱいいるって言ってた、やばい、めっちゃ無意識だわ。消えてもらおうかって言ってた。びっくりした、仲間か。A に敵？やばい、 B いる。みんな A に敵いるよ。みんな A に敵。気づかなかった。一生懸命目の前の敵撃ってたのにな。いたんかい。めっちゃ強い人いる。
シフトと A を押して、いや、シフトと A を押してない、W。なんかね、シフト押すとね、ディスコードが開くんだよね。なんで？よし、なんでだろう。あ、待って、武器変えてない。なんでかわかんないけど、あ、オーバーレイの設定、オッケー、やってみる。次、これ終わったら、あ、待って、やばいやばい、いるいるいる、あー、え、なんかよくわかんない爆弾みたいなんでやられた。相手のせいじが強い。オーバーレイね、ちょっと待って、今やっと半分だわ、難しい、弱い、1対7だよ今、難しい難しいよ。難しいね、ほんと。絶対来る、こっちから。絶対敵も持ってる、こっちから来るって。なんだっけ？ A だっけ？ A だか B だかわかんない。あ、なんか。はや、スパイク設置。え、何リザレクションって、何リザレなんかやられた、何それ、ちょっと、あとですって、リザレクションって何やばい、私本当にね、わかんないわかんないな。お子さんしますか、イエスが3人いる、どうしよう、押す、お子さんしたくないんだけど、これは続行だな。どこにいる？やった？え？やったやった、一人。これめっちゃ嫌。なんだっけ？なんだっけ？いや、いいだ、いい。チャージがない。間違ってた。回復した。なんか自己回復。でも全然ないわ。どこ行った？敵。あ、いた！いる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 、体の特技じゃない。あ、いた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 。あ、びっくりした、仲間かい。あ、来る、絶対来る、絶対手前に来る。ちょっと待って、やばい、あやられた、あ
ああ疲れた疲れた。ファンドでしょ。あ、ニキルしたよでも。え疲れた。あーむず。おおいるじゃんいる。やばい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 。やばい。どうしようどうしよう。よし。結構ダメージ出したよ。何使う？バンタル。つけた。結構ね、ダメージ出してた。頑張った頑張った。ああ違う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 。いないんだけど。マロ。敵いる？あ、間違えた。やばい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 。倒されてる。ちょっと待って、キーボードが下手くそすぎて。ハテナされてる。え、待って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 。ごめんごめんごめん。ってなって言われちゃった。怖い。どこにいる敵？やばい。ラン、やられた。高所交代？長い。待ってこれ。これどうす？これ高三どうする？高三しない感じねみんな。オッケー、私何もしてない。高所交代。終わんないな。ドラマと長い。取れた目が、あ、間違えた撃っちゃった、壁に。エコラウンドってやつだな、これ。これさ、どうやってリロードすんの？長い。ちょっとさ、設定したいんだよね、ディスコード。ディスコードオーバーレイ違うよね。ちょっと待って、後でやろう。うん、終わった。これ順、あ、まだまだ最後の人に残ってた。
リロード R？ ありがとう、これね。いや助かるわいや弾全部打ち切ってからじゃないと無理だった、さっき分かんなかった。いやむずい、マジでむずい。おう、うまっ。与えたためにさっき26しか与えてないや。ナイス、スパイク設置した。さあ次はとかあるかな。うまいね、この人うまい。さあこれで敵が来なかったでしょ。おん、解除してる。そんなことないか。オッケー。あとでもさ、今さ2対11なんだよね、勝ったけど今のやつ。え、厳しくない？え、12だよね、12で。ん？ 10？ え、12で交代？ちょっと待って、わかんないわかんない。あ、違った。え、攻守交代するのってさ12？ 攻守交代 12試合目が終わったら攻守交代か。怖い、どこにいる？設置中？味方は設置中だから、あとはもう守るしかないね。味方間違えた、スパイクを。ビニ定期了解。待って、でもここ離れん方がいいね。スパイクも守ろう。あー、できるできる。 B に敵なんか食らったし、やばい。残り1名、このままもう勝てる気がする。ギリギリのとこでずっと耐えてるわ。あ、勝った、勝った、勝ったけど。でもそれもさ、え、12だよね、12本選手じゃなかったっけこれって。勝ったけど、もう次で負けるよもう1本取られたらずっと終わりな状況。全然使えないやつすぎる、私が下手くそすぎるな。ちょ、練習しようかなと思う。あー、光みたいなの食らった。いるな、どこや。よし、あー、いるいるいる。あそこいる。なんだっけ、あそこの奥のとこ。あー、この光やばい。あー、やられた、やられた。あ、 13？ あれこれ終わんなくない？あと3分なんだけど。え、ディスコードの設定、私一人でわかんない。でもこれ今やってるからできる。ディスコードの設定わかんないわ、一人。明日でいっか明日でいいからなんかね、シフト押してもね、ディスコード開いちゃうから。なんかして
え、わかんない。まあ、いっか。時間だ、ちょっとやばい。時間がないんだけど、終わってない。どうしよう。 A って言ってる。 A ってどこ？こっち？え、53分。やばい、時間ない。でも今12。あ、ってことは次が敵が勝ったら終わるね。きっと敵が勝つ気がする。もう勝つこと諦めた。めっちゃ突っ込んでいっていいかな？怒られちゃう？ちょっと終わらせたくなってきちゃった。あ、負けた。倒された、倒された。とりあえず55になるまでは24時。え、多分今日切れないと思う。だから自分で切るしかないね、今日も。多分今日モーリーさん見なきゃ。でもさ、モーリーさん見たら、あ、敵よかったわ。モーリーさん見る前にさ、お風呂入ったら絶対に。何時からだっけ？1時45分。では、え、何時だっけ？メイキンバトルスコア74引く。これさ、 KDA、 これさ2140。 A って何？キルが2だったです。14。弱すぎ。終わろ。デスクトップへ戻る。終了。A って何あれ？ S？ アシスト？ アシストじゃないか。アシストもゼロだった。何にも役立ってない。2キルしただけで。でもデス14だから。ダメだ。55分だ。ランキング読まなきゃ。ちょっと待って。下手くそだった。ちょっと練習しとくわ。エビばっかりじゃなくて。これなと。ちょっと待って。よし。ランキング読みます。デス14でした。下手くそすぎ。ランキング13位からランキング見ます。13位、トヨフェス11さん、ありがとうございます。12位、プッチーニさん、ありがとうございます。11位、おーちゃん03組さん、ありがとうございます。10位、チョロさん、ありがとうございます。9位、おまめさん、ありがとうございます。8位、香港のアルマットマーク17周年おめでとうさん、ありがとうございます。7位、ジョクソンさん、ありがとうございます。6位、マルさん、ありがとうございます。5位、トシノリさん、ありがとうございます。4位、ムムさん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、ラスカールさん、ありがとうございます。そして1位がヒューガナツ、キョカタムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ちょっと下手くそすぎたゲーム。24時45分か。じゃ、1時45分じゃないわ、間違った。それ25時か。1時はこの音あるから、それ見たらお風呂入って寝よう。なんだっけ、一緒に見る配信はしないです、今回は。飲めん前じゃないんで、やんないけど。見よ。あ、番組59分からか。ぜひ見てください、皆さん。ゲーム実況できてなくない？実況できなかった、ずっとやばいしか言ってなかった。基本倒されてしかないからさ、実況する余裕がないんだけど。あ、明日の配信は明日の配信お昼ぐらいに一回できたらと思ってるけど、あ、できないかも。あ、どうしよう。
夕方できないから夜はするでしょ。お昼もしできたらするね。メコって時間があればゲーム説教ではちょっとそれは違うんよな。敵いっぱいいた。そいつと会った敵いっぱいいたのは。マジで難しい。バロラント難しかった。ちょっと練習しとくわ。エフェはちょっとまだ慣れたからあれだったけど、バロラント初心者すぎてもう分かんなかった。キーは無理だ。練習しなきゃ。練習しよう。じゃあこの後はぜひ皆さん、さよなら森さん見てください。たこ焼き部で私も出てるので、いるのでぜひ見てください。あとちょっとか。じゃあ明日はお昼できたらと、お昼はできたらで、夜は絶対にする。夜何時ぐらいかな。お昼できなかったら早めに始めるね。できそうであれば10時ぐらい、22時ぐらい。お昼できたら23時ぐらいかな。まあする時になったらいいよ。でもそのぐらい。お昼ではできるかちょっと微妙だ。夜は絶対にする。あと少し。じゃあありがとうございました。また明日。おやすみなさい。またね。ありがとう。